照れちゃうぜって言ってね、こう手錠をかけ合うシーンも見どころですし、高豊氏で兵道って言ってこうね、止めるという。アブネカファッションチャンネル。どうも小市です。私がナロジです。よろしくお願いいたします。さて今回は映画アブナイデカから見どころについてですね。はい。小石さんに解説をしていただきたいと思います。はい、マニアックなね見どころ、まあ、パート1ということで、うん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 、まず最初はですね、うん、前にショート動画も撮りましたけど、ええ、冒頭のね、うん、あのなんかネオンの光る街の中でパトロールしていて、ね、金曜日の夜に、はい、で逆難をされるというか、まあ、あのすごいですね、乗せてくれるっていう ねあのシーンですよ。すごいですね。あれがやっぱなんかたまらないですね。そうですね、なんかバブリーな感じがしますよね。そうバブリーな、あの女性陣のファッションも本当そういうバブリーな感じしますよね。服装をしてるし、うんうんうん、妖艶なちょっとピンクのライトとかがあるところでパトロールして、うんうんうん、女性を乗せたら、まあ、無線がかかってきちゃって、うん、結局逃げられちゃうという、っていうね、なんか贅沢なオープニングですよ。ここ見どころじゃないですか。あれ女性誰でしたっけ。中村あずささんだったっけ。あ、はい、そうだ、中村あずさん、はい、ドラマにもね出られてましたもんね、はい、出てます、謹慎ですね、謹慎の回に出てた魔性の女で、そうだ、うん、今回もそんな雰囲気が出てるというかねうんうん、うん、ちょっとお高い感じの女性、まあ、2人で、もうその去っていっちゃうのがね、まあ、ユージのそのね名残惜しさみたいなのがすごい出てるんですよ、うんうん、行っちゃう時に ね金曜の夜に男二人でいるなんて体に悪いんじゃないってね。そう、あれがねたまらないですよね、うん、ライブ配信でも金曜の夜ですけどね我々。確かに男二人でがっつりいますけどね。毎回のそう、1時間か1時間半ぐらい一緒にいますけどね。次気分悪くなる。確かに体に悪いのかなとかね、体に思っちゃう時もあるんですけど、気絶するかもしれないね。そうちょっと気分悪いんですけどね。配信悪いんじゃない、配信悪いのかなとか思いながら、配信途中でやめますみたいな、ね、そうそう、本当に、ね、気分悪くなりましたみたいな、ね、本当そのシーンです ね、はいはい、続いて、ええ、続いてはですね、無線がかかってきて、まあ、駆けつけるわけですよね。そうするとその製薬会社で事件が起きていて、はいはいはい、車を追っていくと、はい、まあ、ミサイルっていうのあってんのかな、バズーカみたいなのに撃たれるという、怖いですね、そこのシーンです ね、すごい、 いや本当恐ろしいです。うん、そこのシーンも、まあ、かなりユーモアにね、その車に対して止まりなさいとか騒ぎながら言ってたりとか、金曜の夜のデカの恐ろしさを思い知らせてるっていう運転してる感じ、恨みがこもったみたいな。せっかくね、かわいい子ちゃん2人に、確かに行けたのにみたいな、ね、あれはもう本当恨みがね、恨みが募る、うん、確かに、そのシーンからのいきなりバズーカをね撃たれるという。でここのシーンを見ると、そのレパードがあのコンなんですよね。ああそうなんですね。そうコンのレパードが見れるので、そこも非常に見応えがありますね。そうバズーカというかミサイル食らっちゃうシーンと、うーん、そして次がですね、次がまたね、ユージとカオルの港署内での掛け合いですね。ほう、あんたらが当たればよかったのね、ミサイルみたいな、俺のバズーカ打ち込んだろうかみたいな、はい、その本当いい下ネタ、はい、ちょっと洒落てるんですよ。水鉄砲だ、空気砲だ、空気銃だとか言ってる、その掛け合いが最高ですね、はいはい、なるほど、はい、続いて、はい、続いては、いよいよ登場の兵道ですよ。あ、最強の犯人、最強の今傭兵の ね犯人、これがすごいんですよね。最強ですよね、はい、うん、菅田俊さんという方が、はいはいはい、演じていて、まあ、兵道を演じていて、まあ、最初のね出てきたシーンはなんかこう赤と、まあ、ド派手な、そうですね、こうちょっとアロハシャツっぽいというかね、うん、なんかリゾートシャツっぽいのを着ていて、まあ、そこで、まあ、兵道との、まあ、ファーストコンタクト、はい、でそのままスーパーに逃げちゃって、うん、スーパーでは逆にね手錠をこう高豊氏がかけさせられるという、でまあ2人とも動けなくなっちゃうみたいな、あのシーンがやっぱこう序盤の本当見どころだと思いますね。そうですね、はい、照れちゃうぜって言ってね、こう手錠をかけ合うシーンも見どころですし、そうですね、でそのままこう港署に戻ってきたら、
ダンスをね、あダンスをして戻ってくるというっていうね、面白いですね。バラも加えて、そう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 、バラも加えて、これがね、見応えありますよ。確かに。これ相当リハーサルも苦労したそうですよ。ああ、そうなんですね。あの、ね、要は京平さんはダンスはお手のものですけど、タチさんはね、そのダンスをそんなにしてなかったので、うんうんうん、飲み込みは早かったみたいですけど、うんうんうん、やっぱ結構時間をかけたりしたというエピソードがね、うんうんうん、なるほど、はい、映画の DVD の中にはそのメイキングが載ってるんでね、うん、それ見るとね、またいいですよ、うん、そう、ダンスシーンがね、相当こうこだわったんだなっていうのが伝わってきますね。なるほど、うん、あとはね、実はなんですけど、この兵頭、後の危ないデカフォーエバーのテレビスペシャルの方で県警の刑事として出てくるんですよ。あ、そうなんですか。これがね、逆に見ると本当面白いです。そのフォーエバーのテレビスペシャルを見ると、はい、背が高いヤクザみたいな県警の人みたいな、だけど、まあ、銃で撃たれちゃったりとか、そのやられ役じゃんみたいな感じなんですよ。で、そこを見た後にこの映画危ないデカの兵頭として見ると、はい、とんでもねえギャップです。それが面白い。すごい。フォーエバーテレビスペシャル、98年ですね。98年の、はい、県警の刑事で出てるんですけど、180度違いますよ。県警のデカとこれもね、最強の傭兵ですから、そう、そのね、ギャップも実は面白いんですよね。そうですね、はい、はい、続いて、はい、続いてはですね、僕らの4日かりポイントでもある山下公園、はい、ああ、こいつの4日かりポイントだ、はい、僕だけかですね。僕はあんまりそうは思ってないけど、まあ、思ってらっしゃると思う。でも、そう、いっぱいいたからね、多いと思うんですけど、いっぱい、あの4日かりポイントの山下公園にあるトイレに痴漢が出るっていうことで、はいはい、タカという字がそこに張り込みに行くんですよ。あれでもあれですよね、課長のなんか罰的な感じで生かされる感じですよね。そうそうそう、要は捜査から外れろお前らみたいになって、で便所張り込んでこいみたいなね、はい、そう、だからやりたくもない、そうですね、やりたくないことですよね。やらされて、で張り込んでたら、まあ要は女の人に逆に痴漢に勘違いされて、うん、まあね、めちゃくちゃ重たそうなビンタというかね。確かに女子トイレですもんね。そう、結構酷な仕事ですよね。勘違いされてぶん殴られるわけですからね。そう、そのシーンが見どころで、はい、もうユージがこう痛そうにしてるのがね、本当に印象的です。叩かれて、そう、タカになんかこう大丈夫みたいな感じでやられるんですけど、これもうほっとけみたいな感じのがめちゃくちゃ印象的で、そうですね、でその痛がってる女子トイレの中で、そこにまあトールがね、差し入れを持ってきてくれる。あ、はいはい、これもまたね、あの完璧です、トールさん。完璧。トールのその口の軽さが。ほう。そのトイレに、まあ、正面から入る、あの女子トイレ入るわけいかないから、裏の方から回って、こう、まあ、差し入れと同時に来てくれて、ね、まあ、はい、捜査状況言ってごらんってタカに言われるんですけど、はい、まあ、課長にダメして。口止めされてるから。全部ペラペラ喋っちゃうんですよね。なるほど。あそこがもう最高ですね。うんうん、本当に。やっぱ出来が良すぎますね、逆に言うと、うんうんうん、最高の後輩だと思いますタカという字からすると、うん、はい、というのが見どころですね、はい、続いて、はい、続いてはですね、その、まあ、痴漢の取り締まり終わった後に、またさらに今度課長がタカという字に、今度風営法か、風俗の取り締まりの捜査というかをさせられるわけですね、タカという字が。そこもね、見どころです。これはもう今なかなかテレビに出れないぐらい、そのね、その風俗の営業してるシーンみたいなのが出てくるんで、そこがで、そこに調査してる時のタカとユージのそのテンションですね、うん、こんなのがセーフなのみたいな、なるほど、お前はアウトとか、そういうあそこの、そのシーンが非常にお色気シーンでもあるし、うんうんうん、ユージがね、セーフーとか言って面白いんですよ。で、しかもそのままの流れで、その風営法の取り締まりはもうやりたくないからってことで中さんに任せるという、はいはいはい、中さんにいい役が回ってくるんですよ。なるほど。そう、だからそこは、まあ、中さんキャラでありますもんね、うん、そういうキャラがね、もう中さんしか逆にいないですよね。スケベキャラというかね、スケベキャラの制服マニアの、うんうん、
そのプールバーの、まあ、取り締まりなのかな、その操作みたいのを中さんにも任せようって言った時のその中さんのね、うん、上突き具合ですよ、うん、もう鼻の下伸ばして、うん、店員のそのお尻をこうね見ながら任せてやるやるみたいな任せてやるやるじゃねえだろみたいな、そこがねいいですよ、中さんの表情もう鼻の下の伸び具合が最高です、うん、確かにね、あれはもう、うん、いや多分よだれ出てますね、っていうのが見どころですね、はい、で続いてがですね、不老者のパトロール、今度は課長から依頼をされるというか行ってこいと、で、まあ、2人でやることはねえさということでコインでね決めるという、これがまた洒落てるんですよ、はいはい、そう、なんか危ないデカといえばというかね、こうコインで決めるという、まあ、じゃんけんとかよりもコインで決めるのがあるので、そのシーンが見れるという、でそれによってまあ外れるわけですね、ユージが、うん、外れたユージは不老者になりきって不老者をパトロールするという、もうこれはねこだわりが強すぎて完成度を上げすぎちゃったあの不老者ですね、はい、ホームレスになりきるという、はい、なんかこれは逆に恭平さんのスイッチが入っちゃったんじゃないかなって感じがしますね、そうですね、はい、確かにそう思います、ディテールにこだわるタイプですから、うん、それが出てますね、でそれと対照的に、はい、まあ、恭平さんのそのねホームレス姿と対照的に、はい、タカはその緑をこう双眼鏡で監視してるんですよね、小野美幸さん本数緑ですね、あそう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 、うん、緑を、でそのシーンがなんかね、緑がこう風呂上がりとかでこううろちょろしてたりするのをタカが監視してるんで、はい、タカがちょっとねこうそういうムードになってきちゃうようなシーンになってるんですよね、うん、なんかこう腰をちょっとくねらせたりしながら、はいはい、っていうのがそのホームレス不老者になった恭平さんとの対比でまたすごい面白いという見どころになっていると思います、はい、そして次がですね、その緑をさらっちゃうわけですね、あすごいですよね、それはね、すごいですよね、まあ、強引ですよね、めちゃくちゃ、そう警察呼ぶわって言われて、警察ですね、はい、我々がそうなんですそうそうそう、ね、というその、まあ、空港で緑を拉致してクラブみたいなところに行く、やっぱ前半の見どころだと思います、うんうん、そう、そこにまあ拉致して、うん、まあ一旦はねユージが外出て、うん、なるみをこうちょっと挑発してくるというか、うんうんうん、そのシーンもまたねユージの不敵な笑いがかっこいいんですよね、うんうんうん、で、まあ、戻ってきたらそこに尾行がついてて、はいはい、という本当これがまあその前半の見どころですね、うん、そのタカとユージと緑がいる建物に、うんうん、爆撃、爆弾が投げ込まれたり、うん、まあ、車が爆破されちゃったりして、うん、で緑が連れ去られそうになるところを、うん、こう高という字で「ひょうぞ!」って言ってこうね、うん、止めるという、なるほどね、で、うん、その後そのままそこのシーンからひょうどが逃げちゃったのを、はい、タカがバイクのスタントですよ、うん、これは多分本当アブデカ史上最大のスタントかない、あのじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、本当にね走ってるトラックにバイクから飛び乗っちゃうっていう、うんうんうん、これはめちゃくちゃ見応えがありますね、うん、確かにめちゃくちゃしびれますね、うん、とあとはまあこれねその本編の DVD についてる特典のメイキングの方ではここも結構長尺でね、あそうなんですか、そう秘蔵映像ってなってるんで、うん、これ見るとまたそれがさらにね凄さが分かりますね、なるほど、というこのバイクのスタントという、うん、ところですね、うーん、なるほど、映画なんでねもうこれで見どころがありすぎて、はい、パート1としてはここまでに、うん、いや本当に映画ってね作り込まれてますね、こうやって見るとそうですね、うん、やっぱり昭和というかあとまあバブルの頃というかそういうのもすごく感じられる、はい、そうですね、時代背景としても感じられるかなとは思いますよね、うん、そうですね、うーん、今となってはもうノーヘルでバイクは運転できませんしね、確 か、 確かにそうですね、うーん、できないこと多くなってますよね、そうですね、うん、風俗営業の話もそうだし、うん、そうですね、まあ、もうバブルですよね、うん、あれもね、まあ、本当にこう昭和の元気な頃の感じが出てるなっていうのをね今小石さんのお話聞いてて思っ
った感じですかね。ですね、うん、なんか本当そう、映画にしてもあのテレビにしてもめちゃくちゃ元気でね、うん、はちゃめちゃやれてた頃、そうですね、なんかそういうのを感じながら、聞いておりましたけども。ということで今回は映画危ないデカのマニアックな見どころパート1ということで小石さんに解説をしていただきました。はい、そして次回はですね、危デカファッションチャンネルのファーストテイク、お歌企画ですね。歌企画か、今度は、タチさんの歌を歌いたいと思います。はい、はい、それではアブデカファッションチャンネルのチャンネル登録とベルのマークをオンにして通知を受け取ってください。そしてグッドボタンと LINE アットの登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。ポイントはこの襟です。襟見ていただくと、この立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープですよね。この辺りをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ったり時にもすごく軽快で、有事の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。